あ、起きたん？おはよう。ぐっすりだったじゃん。全然起きんかったし。あたしがこんなに尻尾巻きつけてんのにさ、ちょっと力強くしようかなって思ったとこ。首、キュッてしてみようかな。なんて。冗談だから。あたしもお休みの日なんかは、起きたらお昼だったとかよくあるし。でも今日は、あたしにしては珍しく早起きだったんよね。で、全然起きんから、あんたの体で遊んでた？寝ている間にいろいろされてたって言われんのは、どんな感じ？まあ、普通のとこしか触ってないけど。なんか変なこと考えちゃった？あんたのことはわかってるつもり。だから別に気にしてない。つか、わざとそう言ったってとこもあるし。朝からあんたをドキドキさせれたら、なんかいい気分だし。あんたさ、あたしの尻尾が好きな割にはいつも見てるだけじゃん。こうやって家にいるときくらい、例えばなんだけど、おはようって尻尾をついでに撫でたりとか、触ってもいいんだけど。ほら、触んないの。なんか触り方、やらしいかも。言ってみただけ。別にそのままで大丈夫。つか今まだ朝だけど、二人きりなわけだし、全然いいけど。いやらしく、というか。なんかさっきよりも積極的じゃん。なんか、あんたのその感じを見るとさ、あたしって、あんたの彼女なんだなって思う。あたしだけっしょ？こういうのすんの。つか、好きな人。なんて。でも私、結構嫉妬しちゃうからさ、そこんところ気をつけて。ほら、よく言うじゃん。蛇って執念深いとか。ビビっちゃった？ごめんごめん、悪かったって。お詫びに。ってわけじゃないけど、朝ごはん、あんたの好きなのにしてあげるからさ。お腹減ってるっしょ。さっき寝てるとき、お腹鳴ってた。まあ、あんま凝ったのは無理だけど。てか今日は休みだし、朝からニンニクとか生姜使った食べ物でもいいのか。じゃあどうよ。朝からガツンとしたやつって。で、ご飯食べた後は、また尻尾でぐるぐるされたかったりすんの？じゃあ、今度はちょい強めにしてあげよっか。首もちょっと息が苦しくなって。腕とか足も尻尾の跡が残っちゃうぐらい、ぎゅーってされたい。変態じゃん。まあいいけど、全然してあげるし。じゃあ、ご飯作ってくっから、少ししたら。うん。来るときは、尻尾で転ばんように気をつけれんや。